三号艇服部幸雄選手です。有志おめでとうございます。ええ、今節は四日目に二千六百勝達成、そちらもおめでとうございます。あますさあ、まずはここまで戦ってみて、現状の船足いかがでしょうか。うん、あのバランス取れて悪くないと思います。はい、まあ、どこか特徴などはありますか。そうですね。まあ、特徴を挙げるとしたら、伸び。がいいのかな、うん、息足から伸びがいいのかな。と思ってます。はい えー、節開中の乗り心地の方はいかがですかまあそれは日によって違うんですけど、まあうん、あのストライクゾーンには入っていると思っていますはいえー、優勝戦へ向けての作業というのは、何かかお考えでしょうかまだ特に何も考えてないんですけど、明日の天候を見て、はい、はい、さあ明日優勝戦は3号艇でのレースとなりますが、コース取り、レースイメージなどはいかがでしょう。 そうですね、まあ、その辺りからいくと思いますはい、えー。スタートについてなんですが今節の平均スタートコンマ16、えー、見え方ご自身の勘との比較はいかがですかもう勘もだいぶ合ってきてますはい、えー、大村では、えー、5回目の優勝をかけた戦いとなりますそれでは最後にファンの方に向けて一言お願いしますはい、ベストを尽くします